音響に定評のある水礼湖ホール日本昭和音楽村は水の岐阜県大垣市の水礼湖畔にある複合文化施設である1994年5月4日オープンホールスタジオ宿泊施設レストラン等を備えており森と湖に囲まれた豊かな自然環境の中音楽合宿や音楽発表会に適した施設として主に東海地方 関西地方の音楽教室、同好会、サークルなどに利用されている。平成29年4月、施設使用料金が大幅に値下げされ、利用しやすくなった。江口よるし年念関水冷庫音楽スタジオ水冷庫ホール、江口よるしメモリアルコーナー及び市民ギャラリーからなる、中核施設。249席の小ホールは、音響設計をヤマハが手掛けており、 プロ演奏家からも高く評価されている。事務所にて、江口よしの CD を販売中。水冷庫コテージ水冷庫、コテージを音楽練習、リハーサルに最適なスタジオ、ドラムセット、ピアノ、アンプ、PA システム等を充実した設備を備えている。面積65平方メートル。カフェレストラン別荘のような趣のあるコテージは、 全3棟あり各棟定員10人で、最大30人まで収容できる。各棟にピアノを備えており、音楽合宿利用では、パート別の練習会場としても利用できる。平成29年4月、コテージ利用者専用バーベキュー場オープン。水冷湖野外ステージ水冷湖の景観和食レストラン、かひびきが営業している。オーナー料理長は、前、四日市とホテル。 日本料理長の添田勝秀氏。水礼子に臨むコンサートやイベントなど多目的に利用できる野外ステージ。郵便番号503-1632岐阜県大垣市上石津町下山2011社で、名古屋から約60分、京都から約90分水礼子は、岐阜県と三重県の県境にある、三重用水の打ち上げ調整地の愛称。 江口よしに関連する資料や年譜等が展示してある、スペース芸術文化活動を行う方の絵画や写真等を展示できる貸し出しスペース、かひびきホームページ。ありがとうございます。